皆さんあれですか、CG な感じですか。あ、そうですね、多分もうサブ20練習会の方は僕しかいないです。なるほど。いや僕もはい、あ、分かってます。すぐやめる状況は大丈夫ですか、その後。一応月曜日に30キロ走やって、ああ、みたいですね。一応完走はできました。3分40ぐらいで。痛みはその後出てないですか。そうですね、まあ、騙し騙しみたいなところもあるとは思うんですけど、福岡走ったらちょっと楽しそうかなと思ってます。今週末10キロ TT をやりたいなと思って。 TT そういう調整なんですね。なるほど。どんぐらいってか走れてないんでちょっと心配が心配なんですよ。なるほど、はい、もう調整というよりはもう普段の中でやっていこうかなみたいな。うん、まあ、現在地の把握等を、はい、それも最初の調整にやってって感じです。そうですね。なるほど、なるほど。今日はちなみにもう終了ですか、これからですか。これからやります。何やられます。1005から10本ぐらいを様子見ながら。もうスタートしますよね。そうですね。ですよね。おそらくちょっと1本ぐらいロストしちゃうと思うんですけど。あ、一緒にやられます。いいですか、ご一緒しても。あ、でも僕結構3分2、3から入って3分切れないぐらいで行こうかなと。私も元々の設定はそこなんだ。この練習会来させてもらってからが格段に上がった感じなんで。ああ、そうなんですよ。元々3分ちょいぐらいでしかできないんで、そもそも。ああ、そうなんですよ。じゃあなんで設定としてはちょうどいいんで、ごめんなさい、すぐ準備します。あ、僕も足痛くなりそうだったら途中に切る。そこは全然構わないです。はい、じゃあ僕先にやっちゃってもいいですか。はい、 OK です、 OK です、はい、あの流れで合流しますんで、はい、はい、もう少しだけアップして。いや、今日一人でなんかゆるっとやろうと思ったら牧野さんにご一緒ということで、3分2、3から 1000m 入って、まあ、3分切るまではいかないようにしようかなと思ってます。まあ、イメージ的には足の痛みがそのインターバルの中で出ないかどうかの確認をしていきます。
よいしょ。いや、いい練習だ。いやです。設定が1ヶ月ぐらい前にやってた先10本よりは設定悪いんですけど、それでも現状としては3分5から入って最後2分59で上がってるんで、本当牧野選手のおかげでしっかり最後も3分切りまで上げれたんで良かったですね。ひとまずターニングポイントクリアということで、きっつい。どうも、ランニング食堂です。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからも日々の練習、マラソンが楽しくなるような動画を投稿していきますので、チャンネル登録何卒よろしくお願いします。 Twitter では普段のジョグや食事、趣味投稿してますので、概要欄からフォローのほどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。